はい、こんにちは、レです。アイスボーンになって初めての大型アップデートバージョン11が来ました。ラージャンが追加されたり、導きのうちに溶岩自体が追加されたりと盛りだくさんの内容でしたね。今回はそのラージャンのライトボーガン、今持っているこいつですね。金獅子とバンライを紹介していきたいと思います。まずは生産と強化からかな。このライトボーガンは、ラージャンのライトボーガンで一番下に追加されましたね。ラージャンの素材を使って生産して、そしてそのまま強化する感じになっています。ライトボーガン生産の一番下。これですね。そんなに難しい素材はないと思います。1匹倒せば生産はできますね。そして強化には、歴戦のラージャンの素材を3つ使用します。一番上の歴戦の攻防っていうものかな、これを3つ必要ですね。ちょっと制作難易度は高めかな。溶岩地帯レベル7で歴戦のラージャンが出てきます。そして性能の紹介をしていきましょう。ちょっとまずは防具脱がなきゃな。このライトボーガンは結論から言ってしまうと鉄鋼ライトの部類に当たりますね。これでいいかな。撃てる弾はこんな感じです。だいぶ少なめですが、まあ麻痺弾が撃てたり、鉄鋼弾が撃てる、そんなライトボーガンです。装填拡張なしで鉄鋼弾レベル3が2発装填可能になっています。カスタムパーツを反動4つにすれば鉄鋼弾レベル3反動中になりますが、リロードがね遅くてそれではちょっと使えないので、反動制御2つと回避装填2つで使用していくことになると思います。今までのライトボーガンで比較するなら、ラスボスのライトボーガン両者必須と比較するべきですね。これも鉄鋼ライトの一つで、同じように鉄鋼弾レベル3を反動台で撃って、そして回避装填リロードする、そんな扱いだったと思います。数字で比較すると攻撃力が26上がる代わりに回心率がマイナス 15% ですね。そしてブレがなしから特大に、あとはスロットが1スロ ×2 個だったのに対して4スロ1つになりました。配信率マイナスなのは鉄鋼弾撃つ限りでは全く問題ないので気にしなくていいでしょう。スロットも装飾品が充実してくれば1スロ2個よりも4スロの方が有用な可能性が高いので、こちらもいいと思います。まあ、こう喋っていてもねわかんないと思うので、実際にトレモをして見に行きましょう。トレーニングモード。比較するのは、そうですね。普段使いがいいこのガルルガライトと乗車必須と比較していきましょう。撃つのは鉄鋼弾レベル3。まずは装填拡張がないので、ガルルガライトは一発装填ですね。ダメージは72。回避装填でリロードする感じになっています。次が乗車必須。こちらは装填数が1から2に増えますが、反動が大なので足が止まります。足を止めて発射して回避装填ですね。ダメージは75。そして最後がラージャンの金獅子刀。こちらも乗車必須と同じように装填拡張がなくても装填数がもともと2発になっています。運用する際にも回避装填パーツ2つなので、
後天拡張はつける必要ないでしょう。ダメージは80か。また防具をつけると少し変わってきますよね。スキルは全部同じで、攻撃後、砲術後、そしてフルチャージ、挑戦者。ここら辺が火力スキルかな。まずはガルルガライドから。ダメージは113。D が乗車必須。118。そして最後が万雷で何本になるかな。鉄鋼弾レベル3。結構ブレますね。ダメージが126。うん、同じスキル構成で火力増し増しなら、差が13って感じが結構大きいですね。一発13だと、持ち込んだ弾全部撃ったとして、だいたい70発だっけ？70×13 の910ダメージ分。鉄鋼弾レベル3で言うと、だいたい8発ぐらいか。8発分の差は、まあ大きいですね。弾丸節約発動するから、これより多く差が出るんじゃないかと思います。というわけで、ライトボーガーの紹介はこんなものかな。ね、足が止まってしまう鉄鋼ライトでした。そして、まあ、おまけで防具を見ておきましょう。新しく追加されたのが、金色シリーズですね。アルファとベータ2つあります。弱徳逆恨みを基軸としたスキル構成なのかな。アルファが、変身向けですね。匠、砥石仕様、高速化なんかがついています。ランナーで使うなら、足以外はちょっと邪魔なスキルかな。そしてベータは非常に優秀で、頭と腰が人気かな。頭が弱点特攻2でスロット4が1つ、そして1スロが1つ。腰が弱徳1で4スロが1つ、3スロが1つです。うん、鉄鋼弾では使いませんが、貫通弾では使っていける性能ではないでしょうか。逆恨みも弱くはないんですが、フルチャージとね、逆のことをするので、まあ今のところは保留かな。最後にセットスキルが、金獅子の土器。2スロ、あ、違う違う、2V で、金眼、弾道強化。そして 4V で、豪人研磨が発動します。うん、2V つければ、貫通弾とかは使える性能になるんじゃないかな。まあ、作るなら頭と腰が良いのではないかと思います。というわけでおしまいにしますか。まあ、はっきり言ってしまうと、ラージャのライトボーガン無理して作る必要はないんじゃないかと思います。足を止めずにね、鉄鋼弾撃てるんだったら、ぜひ必ず作ってほしいライトボーガンだったのですが、足が止まってしまう以上、タイムアタックぐらいでしか出番はないんじゃないかな。ガルルがライトで鉄鋼弾レベル3足を止めずに撃ってる方が楽に討伐できるモンスターが多いと思います。火力を求めるならラージャのライトボーガン強いと思います。タイムアタックではね、この先活躍することでしょう。というわけで歯切れの悪い感じですがおしまいです。ご視聴お疲れ様でした。新しく追加されたラージャン討伐して武器作るなり防具作るなり楽しんでください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。